さあ、毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。 RG さんのパフュームあるある。さあ、今夜は10周年イヤーを飾るあるイベントを、3人が研究します。いや、このようやくこの話が聞けるわけね。そうですね、いよいよね。先週からずっと言ってるけどね、あのパフューム研究員、俺いい3人組知ってるんで紹介しますよ。誰のことかな。パフュームロックス。ヒュームに関する大きなお知らせを研究せよ。さあ、大きなお知らせがたくさんあります。はい、今年9月に行われます Perfume Anniversary 10 Days 2015。パパ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 言えたかな。言えたかな。未だ不安。さあ、このね、あのイベントの詳細が、はい、9月の21日月曜日祝日、うん、こちら TSUTAYA OWEST で行います。ライブ、これはね、ライブのチケットをどうやったら取れるんかという問い合わせがものすごい来てたんですよ。そうですね、ライブハウスね、このぐらいのサイズのライブハウスでやることはもう最近はないですから。そうですね、はい、まあ、このあのオーウェストでは、うん、やっぱその私たち結成15周年、メジャーデビュー10周年ということで、うん、そのメジャーデビュー日決まりましたっていうのを発表した場所なんですよ。そうなんです、ね、オーウェストで、うん、なんでそのやっぱもうその時の勢いある気持ちだったり、うん、あの時もう3度目の正直だと、3回目のデビューで、うん、メジャーデビューだから腹くくんなきゃってこう決めた場所でもあったんですね。はい、その場所でやっぱりもう振り返りたいということでオーウェストで決めまして、はい、ほんでそのね、あのチケットなんだけども、うん、PTA 会員限定にしました。はい、はい、うん、ほんでね、このチケットが取れるのが検定クイズ、うん、パフューム検定、もう試験があります。試験です、クイズ、ね、試験で、はい、チケットですね。まあ、なんでここには本当にそのオーウェスト時代を知ってくれているような人だったり、やっぱもうパフュームへ愛が止まらないっていう人だったり、うん、そういうこうコアな人に集まってほしいなと思って、うん、そうね、はい、だからでもね、検定で、うん、新しい人でも、うん、ちゃんとクイズに正解すれば入れますから。そうです、はい、古ければいいっていうわけでもないし、うん、気持ちの大きさですね。そうです、ね、うん、まさに。なんでこれはちょっとたくさんの方にちょっと参加してもらいたいんですけど、はい、はい、9月21日はそんなライブ、うん、で9月の22日が今年もパフュームフェス行います。2015三人祭り、はい、やります。これは日本武道館で、これ出演アーティスト決まってるんですよね。はい、ウィーバー、空想委員会、フジファブリック、ネギコ、イエヒュー、アンドモアなんですよね。アンドモアなんです、はい、これはあのゆかりある人たちもちろんですけども、まあ3人組で私たちも15年やってきてますので、うん、その3人同士しかわからない、うん、その人たちと分かち合いたいこの日を、うん、楽しい3人祭りにしました。そして9月の23日水曜日祝日は、こちらも日本武道館で第3回パフュームダンスコンテスト見せよう武道館、うん、ということで、これは武道館でダンスコンテスト行います。はい、うん、はい、あ、ライブ、これもホールでね、決勝戦いつもやってたんですけど、うん、武道館に立てるんだよ、ね、一緒に立ちたいじゃんっていう、はい、ね、ほんで最後は同じように一緒に踊ったりしたいので、はい、これはいい舞台をね、うん、まず用意しましたので、はい、ぜひともたくさんの人に応募してほしい。これあれなんですよね、部門がまたあって、はい、作る曲と、はい、そう、完全コピーの曲、そうです、そうなんです、うん、しかもね、課題曲2曲なんですよね。そうなんです、はい、だから完璧にコピーしてほしいんだけれども、うん、作ってもらう方は、うん、今後うちらがステージでその振り気に入ったらやるかもよっていう、実際に取り入れちゃうかもよっていう、うん、の私たち楽しみにしてるんですよね。はい、そんな、日でございます。はい、ほんで9月26、27、29、30は日本武道館でライブ、はい、はい、そして10月の6日7日は広島グリーンアリーナでライブを予定しております。はい、はい、まあ、これはやっぱ結成15周年というところ、結成の場所は広島ですから、うん、その広島の人と15年前に、うん、まあ、知ってくれていた人、そしてその15年を見届けてくれていた人と分かち合いたいということで、うん、グリーンアリーナにしました。はい、
でこれねよくあの数えてもらえれば分かるんですけど、うん、9日なんですよ。まだ9日間なんですよ。今発表したのまだ9個しかないってこと、うん、そうです。タイトルにもあるように 10days ですから、うん、何ですかあと1日でしょうね。これはもうまたこの発表を楽しみにしてもらいたいと思います。お願いします。最高、はい、を求めて。皆さんこんばんは、かしゆかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。ラジオネームバウム隊長からの依頼。久しぶりに近況ライオットご緊急せよ。近況ライオットやってましたけど、あれ、はい、その母体となってた先行ライオットが昨年で終わってしまいましたからね、うん、はい、そうですね。ただしその近況ライオットの意思を引き継いで、あら、今年より行われる Perfume 限定の近況フェス、その話未だ近くないフェスティバル。おお、あ、いいね。ネットステージを経て選ばれた近況を発表していきましょう。はい、振って私から行くっていうやつで、そうそうそう、そういう自分で、はい、自分で行くやつ、参ります。どうぞ。仕事終わりの誘惑、散財の予感、え、可愛いお洋服たくさん仕事終わりにあーちゃんにお洋服のセールに連れて行ってもらいましたって入っちゃったよ。そう、いつもね、適当な洋服しか着てないからちょっといいお洋服ありキンシャイって言ってスタッフさん笑っちゃった。買いにこれから行くけど行くみたいなんでフラって誘ってくれて、うん、一緒に行ってお買い物しました、うん、あのブランドのセールってあんなに女優さんに会えるんだっていう興奮。そうだね満島ひかりだね。満島ひかりだみたいな。超可愛くてね、話しかけてくれたね。わあ。でしかもファンでいてくれてんだってさ。うそ、うん、妹さんと一緒にね、ねえ、よく言ってくれて。そうなの。もうここぞとばかりによく言えればライブで来てくださいって言ったよね。そんなごっちゃはさ、もうフォルダー5で見てるんだからさ。そうよ。それはもうオーディションとかで歌いまくったよね。そんなのさ、そう、チャスターだよ。そんな興奮もあったりとか、うん、だからそこで買った服を、うん、この間のあの生放送教室に着て行ったりとか、うん、あ、なるほどね。そう、靴履いてきたりとか、はい、役に立ってます。本当だよ。はい、ちょっとグレード上がりました。そんなに見ないでください。はい、恥ずかしい。すごい見られて恥ずかしい。続いて2組目の近況、自分で振って自分で行きます。これ自分で行くんか。聞こえるのは波の音だけ。おばちゃんと一対一。何？まさかの遭遇。直島に一人旅行ってきました。うわあ！いや、大きい近況だ。すごい近況だね。そう、香川県のね、うん、すぐそばにある直島っていう島、うん、アートが集まってる島に、はいはい、急に一人旅で行ったんですけど、うん、そこで。やっぱせっかくですから島に行って一人旅って決めて行ったから音楽を聴くのはやめましょう。いつもイヤホンで音楽を聴いてるけど自然の音とかその場の音を楽しみましょうって行って、行ったホテルがテレビがなかったの。すごいね、やっぱもう研ぎ澄まされた状態なんだ旅館自体。テレビとか置いてない。でシーンってした部屋に波の音だけが響くみたいな。すごい、おしゃれって思ってたけど、寂しいってなって寂しさに耐えきれずスクールオブロックを聞くっていう。あー癒される。ラジオやっててよかったみたいな知ってる人の声と思って救われるね。そうでね、おばちゃんと一対一っていうのが、はい、回ってる時にランチ食べたんだけど、うん、古民家カフェがいっぱいあるわけ、うんうん、なんか自宅兼カフェみたいな、はい、それ入って美味しそうな匂いしたから、あ、靴いっぱいあるからお客さんいっぱいいるんだって思って入ったら、うん、私しかいなくて、あ、どうした、あ、これなんか家の靴かと思ってお家の靴、ね、そう、2階がお家だったらしくて、うん、お家の玄関だったみたい。すごい。で入って、まあ、出ていくわけにいかないから食べようと思って頼んだら、来て食べる時も、うん、こう一人で物思いにふけりながら、はい、さっきの見たやつよかったなとか考えようかなと思ってたら、うん、おばちゃんべったりで、へえ、どっから来たのいいでしょ直島あそこ見たまだいいよ、
東京ね、私もね昔行ったんだけどね、ずっと話してくれんの食べ終わるまで一対一だ。すごい、もう二人きりで、うん、ちょっと逃げきれなくてちょっとどっちかというとちょっと苦手な方だからね。そう、ちょっとね、イテヤンさんとかもあんまりこう話しかけないでほしい、緊張するし目合わせらんないから、うん、でもね、おばちゃん優しかってよかったんですけど、うんうん、それでね、一人で急に思い立って行ったのに、うん、トイレに並んでたら出てきたのが知ってる事務所のスタッフさんだったの。ね、それすごいよ、すごいよね、偶然でびっくりして、グズ担当の女の子、そう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 、うん、びっくりしてテンション上がっていつも敬語で喋るのにすごいタメ語で喋ってくれちゃってうわー何してんの一人いいのテンション間違えた、間違えちゃうあれ、かしこ、あれかしこさんすごい来るみたいな、かしこさんすごい来ますみたいな、すいません、あの会社の都合でシューって言われたそうなんだ、落ち着いてって言われた、なるほどね、静かなとこだったから旅のテンション出しちゃったね。そう、嬉しい遭遇でテンション上がっちゃったんですけど、すごい良かったです、直島、ね、ぜひみんなにも行ってほしい。さすがの行動力ですね。そうですね、一人で行けちゃうっていうね。さあ次がいよいよラストです乗せる3組目の近況は人生最速超超先取り、今までこんなの探してた、究極の仕上がり、この季節にダウンを購入しました嘘でしょ、早い、購入しました、まだ夏も来てないのに本当の先取りってやつです。ちょっと待って、今さ、6月でしょ、はい、まだ冬よ、これから夏だよやっと冬が終わりまして、これから夏という時に、どうファッションっていうのは半年先ぐらいのことをね、うんうんうん、やりますから、やってますけども、今買わないとなくなる、脅されました。待って、売ってるもんなの、脅されたの、売ってました、この時期に、マジか、はい、そのお店の勇気すごいね。いや、ただね、もう納得の仕上がり、マジか、私こんなの探してたっていうのを、そうだね、購入しました。すごい、まずもうダウンの入っているダウン、ダウンって入ってる量だけじゃないんですよ、うん、質、はいはいはい、質によってやっぱもう暖かいか暖かくないか変わります。ただ分厚ければいいというもんではありません、うんうん、はい、薄くても本当にいい質素材のものは、うん、本当に暖かい、なるほど、そうなんです。で、私はやっぱり冬はダウンをだいぶ愛用させていただきますので、いろんなものをこうやっぱ今まで着てきたんですよ、はい、でやっぱブランドが良ければいいっていうわけでもないということに気がついたんですよ。おー、なるほど、そうなんです、うん、で今回購入させていただいたのは、うん、ブランド名はほとんどありません。へー、まあ、これから広がっていくという、うんうん、新人タイプのダウンなんですけども、中に入っているダウンは、うん、もうすごいいいダウンなのよ。でね、もう何がいいかってやっぱね、形、うん、やっぱさ、ダウンってモコモコするじゃない、わかる、そのモコモコの中でもやっぱりこういい形で着たい、やっぱなるだけタイトだったり、ね、うんうん、体に沿ったり、うん、なんだろう、こうメリハリがある、うん、バンと捨てるところもあればキュッとしているところもあるダウンで見せるの難しいよ、ありがたいよね、そうですね、バンキュッバンです、うん、それが一番の理想です、うん、はい、だから上はこうちょっと膨らんでもいてもいいです、だってなぜなら冬だから、うん、ダウンの中にニットを着ることもあるから、ありますね、バンとしててもいい、でもウエストはキュッ楽しめてほしいここだけはラインを見せたい、うん、なんですが、うん、やはりもう足元までやっぱ寒いですから、寒気ってものは下から来ます、うん、はい、この下からをやっぱりこう補ってほしい、ダウンは、はいはい、うん、バンです、え、バンで、なるほどね、足元もあったかいんだね、そうです、長いってこと、だからバンキュッバン、超理想系じゃん、理想系、うん、それは確かにこの時期にも買っちゃいますわ、そうです、しかも冬って結構ごわつくじゃない、うん、そのごわつきがやっぱこう、でもやっぱタイトに仕上げたいみたいなところがあって、うん、結果全部バンバンバンになるんですわかります、どう頑張ってもね、どう頑張ってもバンバンバンになるんです、うん、それが下のバンが結構ボリュームがありますので、あ、そうなんだ、けど薄いんです、へえ、ただ暖かいそれ見られるの結構後なんでしょ、半年先です、半年か、引っ張るな楽しみにしててということで、今夜は近くないフェスティバルをお届けしましたが、はい、ここでライブステージに進出する近況の発表です、いけるかな、お
見事ライブステージに進出する近況は遠山校長から発表お願いします。やっぱりこの音が鳴ると気がこうねキュッとね引き締まる感じがするね。どういう、なんすかこれ。いやドキドキすんね。いやノッチ、歌集か、あーちゃん、いやどれもいい近況だった本当に。近況言ってるだけですよね。あの深くうなずいたことも俺何度もありました。3人の話聞いてねすげえ昔の話みたいな。なるほどなるほどとなったよそれは、ね、ただね、すげえたっぷりやるな。俺富山校長決めました。はい、言ってくれよ、ちょっと言ってくれよ。四角内フェスティバル2015。何とかかってるんですか四角内って。ライブステージ進出が決定したのはカシユカ。わあ、やったこれは納得ですよ。あ、よかった。スケールでかかったもん。そうだね、確かに一人ちょっとでかいかもしれない、ね、行動範囲としてはね、うん、ぜひ校長にも行ってほしい。 アートとか興味あるんかな。それはさておき、まずおめでとう。違うんだよ校長。いやこれでカシユカがライブステージ進出決定したってことで、もちろんあの交通費とかも全部持つからこっちはね。違う全部金出しちゃう。詳細は後ほどあのウェブとかにあげるからね。で見かけりフェスティバルフェスの最中に何やってるんですか。いやよかったマジで嬉しい。まず前のは分かりますよ。先行ライオットも喜んでたし、先行ライオットと近況ライオットがね、もう言葉が近いみたいな分かるじゃないですか。未確認フェスと知覚内フェスティバル、うん、1個もかかってないですよねこれ。あのね俺も一人旅をね、あのすげえ無視されて嘘だろと思ってて全然会話にならん。え、実際アートとかってそんなに俺まだね、いいんないんで分かりますけど、ただあのライブステージってなんだ、まあ、常に俺ライブステージって何があんだよ。 iPod を絶対手放せなくてどこ行くにしても漫談すんのか、ライブで漫談すんのか、そういった時にやっぱね音なしの生活が考えられない。違う違う違う、ただあーちゃんとかも言ってたけども全然入ってもねえな会話が、感覚が研ぎ澄まされるっていう。違うんですよ、よりながら今まで聴いてる音楽パフィーム研究員のあとこういうポイントとかもすごくね、聞こえ方が変わってくるかもしれないと思って。何なんですかこれ、ね、歌集歌がライブステージ進出おめでとう。何があんだよライブステージ、何があんだよ。あのあとはもう本当に楽しめばいいだけだから。歌集歌ね、緊張とかすると思うけど、発表の時あの未確認の時より強く言うのはダメですから、ね、楽しめばいいだけだから。未確認の時より強かったから言い方オッケーおめでとう。思いが強いってことだからな、こっちの方が。あとは司会俺たちに任せてくれ。ちょっとおいダメージ受けてんじゃねえぞ、うん、顔ばっかじゃねえかよ。ファミム研究員、これ秋が楽しみだよこれ。何思い強くしちゃってんだよ。秋楽しみ、3人待ってに回るダンスコンテストもある、ライブもある、どんな曲があんのかなって楽しみだし、だね、改めて言うけれどもね、いい3人組知ってますよ、うん、いい3人組、グランジだろ、大きい3人組知ってるからね。グランジなんだろどうせ、グランジだろ、お笑いの人でしょそれ、ね、グランジなんだろどうせ、どうせグランジの話だろお前、ズボッシ、ズボッシじゃないんだよ。明日のこの時間は社内の講師クリープハイブ先生が登場。クリープロックス。School of Rock.